ああ、これはこれは、いかがされました。俺を見て逃げたな。なぜだ。野党かと思いまして。賊に迫られておるなら助太刀いたそう。では村長の颯太とお話を。恐れながら、お話ならば染屋の颯太と。村長を探しておる、颯太だ。あなたが音に聞く、クロード。村の者が避けるぞ。なぜだ。見知らぬ者は恐ろしい。猛虎か賊か分かりません。悩まされておるなら手を貸すぞ。どうぞお構いなく、我らでどうにかいたします。助けはいらぬと申すか。村の敵は病と、そして飢えです。太刀では抗えません。それでよいなら承知した。見て回ろうか。こちらへ。お話が。ただし、あまり近寄らぬよう。何者だ。どうか来てください。なぜ隠れる。俺は村の者ではありません。我らの姿は見られん方がよいかと。この村は何だ。ここは誰も寄りつかない村で、数日前から佐藤さんの颯太の様子がおかしいんです。よくぞ話してくれた。用心して隠れておれ。何を隠しておる。誰かこの中に入れられて出ようとしたようだ。
つは溺れ死んだのか。何かが吊るされておったようだ。この村は何だ。凍って穴を掘れなかったか。多くは病で死んだという話だが、皆男、切られておる。大勢が村から出た。何者かが村を襲い、生き残りを連れ去ったようだ。だがどこへ。こっちに行った。あれは何だ。両手を縛られ逃げようとしたが切られたようだ。むごいことを。足跡。この方向で間違いない。百姓の家に逃げ込んだな。もうこの、さらわれた者は無事だろうか。
うわ、泣けばいい。せっ、青春海路，有位。終わったぞ。皆を村まで送ろう。戻りたくありません。村の男どもは私らを猛虎に差し出したんです。男のむくろがあったぞ。ソータから守ってくれたものです。私らはここで暮らします。ですが何とぞ奴らに裁きを。任せておけ。あやつらめ、見過ごしてはおけぬぞ。皆の者、出てこい。我が名は酒井。話がある。急げ。一体何事でしょうか。お主、測ったな。何のことでしょう。村の女からすべて聞いたぞ。戦う術を知らぬ身です。従うしかありません。お主、それでも人か。皆もそうだ。どうかお慈悲を。
すべて私の案、罰は私一人に。よし、心得たぞ。ダメだ、そうだ、おのれらも佐護から消えろ。戻れば蒼太に会わせてやるぞ。行け。何があったのです。猛虎にさらわれた女は助けたぞ。百姓の家に隠れておる。お主も行け。そうさせていただきます。